じっとしていないタイプなんで、うん、そうですね、うん、何かどっちかのいいものすごいファインプレーかもしくは飯田のそのままの爆発か、なんかどっちかにはなるような気がするんですよね。うん、なるほど。ドラノトンが1枚、まあ、確かにこのままほっといたら多分飯田有利というような気もしますんでね。うん、できていないがどうか。さあ土田は789が、まあ、見えないこともないですね。そして森山メンツはできていない。そこにチュンがあんこ、ここはパーソーから行きました。ピンズの染めも考えているか。いいとこ引きますね。うん、さあ土田としてはどうでしょう。ウーソーからの切り出しという形になっている。うん、重ねました。ちょっとただ統一が多くて、うん、ああまたも延長の次はカンチャンズも、まだ親ならねこのトーン切りやすいですから。そうですね、ドラとはいえね、うんうん、泣かれてもまあ、子供だったら、まあ、大体8000点ぐらいっていう感じはあるんでね。うん、親だとね1万2000どころか1万8000の可能性が結構高いですから、うん、親に対してトンはこのドラのトンは切りにくいですけど、うん、親からだったら切りやすいんですよね。うん、いやまあここで手が止まる。結局ドラのトンの対処が難しいんですよ。うん、小島みたいになかったらある程度ね思い切って、うん、これいいですよこれ。あもうなんかピンフのいいシャンテンですね。あっさりお山の出来上がりって感じですけどね。はい、もうここで話しちゃいますね目いっぱいで。うん、単品のいいシャンテンですか。単品イーペーコ、イーペーコですね。リャンゾーならばさあ森山合わせません。おっと二つ目のあんことりあえず3号から3号とかありますね。はい、誰も動けないんですよね。うん、動けるとしたらこの何を小島が叩くか勝ってぐらいですか。もうでもこれだと動きたくないですね。あこれですわ。このイーシャンテンです。ここはもう決めましたね。ペイの方を切らないで両面剣を残しません。スーピンはまだ1枚残っている。ウーワンはウーワン全部1枚とも残っている。はい、森山の背半に1枚ありますね。切ってますね。はい、そうですね。そしてナンは先ほど森山が1枚切っているということは、つもりスーワンコを成就する可能性もあります。さあここでスチピンリーチですね。テンパイがありました。スチピンって結構薄いんですよね。うん、リーチいきます。準決勝だったら飯田これ多分闇消ししてたんですよ。もう決勝モードになってますからね。なるほど、叩きに行くわけですね。さあこの槍を見ての土田、ドラのトンは現物です。さあスワンコのテンパイが入るか小島。あーリャンピンを残しておけばここでテンパイになっていた。だいぶ薄くなりましたね。流れます。これでスチピン1枚ずつですか。そうですね、うん、逆に小島さんがスーピン引いてテンパったらねすると、うん、小島有利と。もうリャンワンは通っていない範囲ですが押しました。出た時にどうするか。小島、まあ、巻くんじゃないですか。置いといてんですからね。手上がりでもいいし、積もれば3アンコもつくというテンパイになります。ちょっと難しいかな。急走を切るとさあどうか。ちょっと受けが狭くなる。ちょっと行きづらいですよ ね、 ですね。あ、テンパイが入りました。スーピンとナン、はい、これは追いかけリーチ、リーチ、ま、ということになります。1枚ありますね。は
はい、あ、2枚とも振った。2枚ともいますね。はい、首を振ったのは飯田。飯田さんも2枚ですね。2枚対決。積もればいきなりの役満。決勝戦初戦から、そしてトンバと2局からこの大物手が入っています。さあ小島積もるか。あ、積もった。一発積もです。まあ一発は関係ありませんが、8000、1万6000第4回モンド杯初の役満が決勝戦で出てきました。ついてますねこのガハハ笑いです。小島ドラドラなんとこれは小島のいきなりの数アンコウということになりました。何かこう一発積もでね、まさに3品のとこでね、手を切っておくと、はい、ただの満貫ぐらいですね。リーズも3個とか、ウーマンで。いやすごいことになりました、小島。これで8000、1万6000の日本馬の収入ということになります。こうなるとどうですか、残り3